はい、お疲れ様です。マッピーです。 HP1.05 ということで、今回はこちら、このスイーティー入り穴デッキ、こいつを使っていきます。で、スイーティーなんですけど、マゴマ初の蘇生スキル持ちってことでね、今回はね、蘇生意識でこのデッキ組んでますね。ターンスキル多めになってます。はい、桔梗姫とかファビオとか適当に初手置いて、まあ、後半ねこのスイーティーで蘇生するみたいな動きができればなとか思いつつ、まあ他にもチオとか、まあ、ギードとか、もうとにかくターンスキルめっちゃ多いね。で、あとは召喚枠としてナタリオやニーブンなんかも採用してるんですけど、なんかだいぶ前にね、キングディアンヌ出して、そのキングディアンヌを蘇生してもう一回ガーディアン出すみたいな動きをね、まあ、だいぶ前にやったと思うんですけど、なんか別の蘇生デッキの紹介で、まあ、それみたいなもんですね。このニーブとかも初手に出して、後半このスイーティーで蘇生したら、このニーブがもう一回発動してバブリー2体みたいなことも、まあ、ワンチャン狙える。ただそれが強いかどうかで言うとあれなんですけど、まあ、今回ね、蘇生したいのはセクメトですね。このセクメト2ターンの間怨念でね、1000の特殊与えながら呪い状態じゃないコマ呪うってことなんでこれ蘇生したら結構凶悪じゃないかなっていうのが狙いです。そしてフェルグって話なんですけど、まあ、このデッキ見た時にね、いや村正入んねえのってなってくると思います。で、実際俺もね、村正入れたくてしょうがない本当に村正めっちゃ入れたいんですけど、まあ、ちょっとグッてこらえてセクメトフェルグっていう形を取らせていただきました。はい、まあ、セクメトと村正でどっちが強いかって話だと、まあ、正直俺は村正の方が強いかなとか思いながら、今日のせい HP 上がってるんで、呪いのダメージもねいつもより高いってことなんで、まあ、ちょっとセクメットを期待しちゃいますね。で、フェルグについてはマジでね、フェルグ村正にしようか考えたんよ。ただ別にフェルグが蘇生しても強いし、HP とかいろいろ考えたら、やっぱこいつはちょっと本当に頭おかしいんで、もう入れるしかないですね。ということで、はい、これでいきます。もうね、フェルグはね入れ得なんだよな。 HP もクソ高いからね、こいつは。はい、入れちゃいました。まあ、村正蘇生とかできたらな、めちゃくちゃ理論値だけど、まあ、今回そこの枠をセグメントにしてるって形ですね。で、駒の性能解説の時には、アナンリーダーで使うよりは、なんか、あれですね、アビスデッキとか毒デッキとかで使うのおもろそうじゃないみたいな話はしたんですけど、でもなんやかんやね、コメント欄でね、セグメントを蘇生したらおもろくねっていうのが、どうしてもちょっと俺を駆り立てる何かがそこにあったんで、セグメント蘇生いきます。はい、コメントでね、セクメト蘇生どうすかみたいな来たからさ、ちょっとおもろそうだなと思ってやるしかねえ。さあ、さすがにこれセクメトいっちゃいますか。初手 X いっちゃおうか。 X セクメトで、これオイフェ呪ったら最高です。ただ気をつけないといけないのが、敵に取られたかつコマ数12枚以上っていう発動条件がスイーティーですんで、まあ、そこですね。しっかり狙っていきたい。 OK、 行くな。強しだし、いいとこ呪ったね。で、これも、まあ、近づ取り行きますか。引き見てからよいしょ。 OK、 チオで、これチオもね結構よくて、ステラストリームなんですけど、これステラストリーム真ん中の方が結構強いじゃないですか。1200の特殊と500吸収で、これね多分ね HP 半分以下の状態で蘇生されたら真ん中の効果になると思うんですよね。それこそで 30% 未満の効果も結構強いから、チオとスイーティー相性いいかなって思ってます。アルカード使った。被害が2番目が多分10時間とかその辺だろうな。よいしょ。さあ、これもこっち行ってあげて、よいしょ、どんどんコンボ組みます。 OK、 オーダー C まではまっしぐらですね。ただこっから気をつけないといけないのが、オイフェの火力が結構上がるかもな。そっから3枚返しとか全然組まれるんで。 OK、 トウヤ使った。スイーティー早めに欲しいな。相手セクメトだけ今取ってる状況だから、スイーティー引いたらもうスイーティー出せるタイミングで出すだけで、敵はね、もうこれもう一回セクメント2周目確定してるんでね、今この段階で。って考えたら X 進行ありかもな。 X 進行の強み出てると言えるな、これな。だって結果的にセクメント取られてますからね。で、火炎オーラ引いていくと、火炎のオーラ引いていくさ、ここでコンボ封印なんだよね。まあ、しっかり相手もダメ取れ仕掛けてきましたね。しかしここスイーティー引いたら強くない？ 1,2,3,4 発動できるんじゃないこれ。ダメか。まあ、リーニーですね、これは。消去法でリーニーいっときますけど。よいしょ。まあ、こっちはね、ディザイアプラスオーダー D あるから、まあ、正直スイーティー引かなくても勝ちまであるけどね。正直ね。で、相手は血を取ってきた。次、ギード取られるか？ギード取られるんであれば、蘇生対象が3体になって、ね、3分の1蘇生っていう感じになっちゃうんですけど。フルフリア、オッケー、取られない。今んとこさ、これ、チオとあいつだから、2V1、今。これ、スイーティー引いたら俺、スイーティー出すわ。2V1。
だオーダーシーまで見れないな、この盤面。ナタリオ、ナタリオ出してオーダーシーまで見るか。まあありだな。あ、待って、これ英語十字架面見てなかった。やばばばば、英語十字架面見てなかった。まあでもこれは英語で十字架面打たして HP が 40% 以下じゃないわ、 30% 以下になってくれたら美味しいみたいなところあるけど、なってくれるでしょうか。なってくれないと。まあでもこれは4枚圏内入ったりしないか。いや、まだ無理だな。これ、まだ無理だな。待って、これ召喚、これ今気づいたけど、これ今気づいたけど、召喚、ちゃんとできてなくね。ちょっとまずくね。これはそいつのコンボスキル、抑えに行きますか。これ、C のに行きます。まあ、多分4枚ぐらいじゃまだ飛ばないんで。こっち行って C6 頑張って耐えたいですね。OK。さあ、これで、C6 さえ耐えちまえば、ちょっと俺のオーダー D が発動しないのがちょっと苦しいところですけど。メルチェーレとか耐えれるかな。じゃあ、頑張るしかねえな。ファビオ打った方が良かったかな。メルチェで大ファビオだったか。まあでもこれ1枚返しでしょ。オッケー。でもガニサス耐えれるでしょ。これガニサス耐えれる。はい。いってー、思ったより痛いけど、まあなんとか。危ない危ない危ない。マジなんとかって感じだな。これ、星ね、もうちょい早めに打たれてたら終わってた。まあでもなんとか。まあ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 。まあこの試合はね、まあ、この試合はまあ気にしなくていいや。そうそう、スイーティー引いてないからね。でも引いたら強かったっていうのはあると思う、今の。コンボ動線、蘇生という名のね、まあ、実質召喚スキルみたいなところでコンボ動線組みつつ、蘇生対象もターンスキルだったんで、誰引いても基本的に強かった。よし。マデッキってこう見るとターンスキル多いよな。蘇生対象結構取りやすいやつ多いから。そう、今回、ベルグレーレとかホワイトアルカードとかあの辺入れてないのもそういうことなんだよね。あれってターンスキルじゃないから。蘇生対象取っても弱いかなと思って抜いてます。まあ序盤引いたらバカ強いんやけど、たださ、1体ずつの蘇生ってなった時にベルグレーデとか蘇生したらさ、あの本当にハーってなるじゃん。来た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 。え、これニーブ出したくないな、あんまりニーブ出したくないな。とりあえず先に見ておきます。これ来たよ、これ理論値。そう、これ1体ずつ蘇生なんだよね。なおのこと出したくない、一体も無駄にしたくない。だからベルグレーで抜いてます。ベルグレー抜き、はい、ブラダマンテ出てくる。さあ、ここの蘇生見ていきたいですね。よいしょ。うん、悪くない、悪くない。まあこれ風車いっちゃうか。よいしょよいしょよいしょ。さあ、そこで呪いかましてけ。うん、ただこれちゃんとできてんのが、これね、コマソース12枚以上っていう発動条件。これがコマソース12枚じゃなかったら、この段階でもう一回みたいなこともできるんでね。できるんだけど、ちゃんとコマソース条件ついてるから、その辺は調整されてる感じですね。さあ、ここはさすがに初級法2部いきますか。で、敵の進行を考えた時に任務の召喚するコマはこの先おそらく取られない、多分取られにくい場所に出てくれるから多分大丈夫で、 X に対してどうしよっかな。ピリカ、オッケーで、これちょっと考えます。まだ打てないよね、スイーティー。うーん、よいしょ。そっちか。コンボちょっと組みづらいけど、安定はリーニーだな。でもギード打ってもいいんだよな、ここ。正直言うと安定はリーニーだけど、ギード打つわ。これギード打ちます。はい、ギード打ちます。1.7 倍これあれして、でその後スイーティー出して蘇生コントロールしたいですね。 HP 確実に欲しいから、ここ殴られたら嫌なんで。 OK、 なるほど。これで 1.7 倍狙いに来るけど、ただこれ頼むぞ、2分1。え、セクメントが蘇生したらバカ強い。セクメント蘇生プリーズ、行ってこい。じゃ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 ーん、はい、来たー、最強。 OKOKOK、 これ強すぎない、これ。しかも次のターンさ、これセクメント取られたらさ、もう一回セクメント出る可能性あるよ。セパってるから、俺セパってるから、これもう一回出る可能性ある。もう一回出るかも。来た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 、だいぶ強くね。痛い痛いね。いや、ただこれ次オーダー C 見れるな。オーダー C 見れる。え、 DGT これ、 DGT これ、行きたいんだけど DG 来ます。これ次オーダーシー見れる。おい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 、ただ取られる取られる。実質俺のスイーティーはセクメトですね。実質セクメト。さあ取られるけど、呪いは残って918で、リーニーが1300と2400足して OK。 さあこれダブコン、
ダブコンでこれさすがに耐えるやん。でダブコン耐えて、でオーダー D も発動するし、オーダー C も発動する。これは圏内だ。さあこれは圏内じゃないか。行ってこい。さあ行ってこい。オーダー CD 発動。わっしゃ、理論値きたー。これ最高。きたきた、やりたいことできた。最高、ナイス。よしよしよし。ただこれセクメタじゃなくてニーブのあのバブリー蘇生してたらあんま強くなかったな。うー、あぶねー、あぶねー。まあ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 、でもこう見るとあれだな、一旦でなんか蘇生完結とかもさありかもしんないな。それ一旦蘇生完結だったら今の取られる間もなくって感じだったじゃん。今のは結果的に2ターンで連続で取られちゃったから、なんだろうな、セクメトが2回使えただけに過ぎない話になってしまった。まあでもそれでも相手に取らせるっていう動きを考えたら、やはりね S ゴマを蘇生したらあまりにも強い。 S ゴマ蘇生したらさすがに強いわ。はい、いらっしゃいませ。おーおーおー、来てるね、スイーティー。ただこれな、トーヤ蘇生対象にしたくないけどしょうがない。トーヤしかやることがない。はい、トーヤ蘇生対象したくないけどこれしかやることねえ、これしかやることねえんだマジで。はい、メルベクル、メルベクルでスイーティー持ってて、じゃあ引き見てから行こっか。よいしょ、ファビオか。まあこれどうしよっかな。これリーニー行っちゃおう。これなんでリーニー行くかっていうと、これトーヤが蘇生対象取りたくないって話さっきしましたってなった場合に、これリーニー取ってくれたらリーニー蘇生対象に1個取れるんで、これちょっと強気の風車リーニー。さあここでまさかのデモロック。まあでもこれはファービオ出るから、まあワース。よし、まあでもねこのデッキやっぱりねあれですね、ターンスキルしっかりね、なんかなんだろう、違和感なく出せてるというか、ベルグレーデとかを入れてないだけで別に A ゴマについてはそんなに違和感ないんですよね。まあアナンリーダーでよく使われるような A ゴマ結構入れてあるから、デッキのなんだろうな、なんかそれを損なわないというか、デッキの強みを損なわない感じでやれてるから、まあ今んとこいいね。でこれ次のターンどうしよっか。引き見てからよいしょ。フェルグ、これイーサンフェルグあり。すいません、ちょ待って、ちょ待って、いやこれ右上でいいか。いや右上でいいな。もう多分ここまで来たら次のターンスイーティー出すことになるから、フェルグの蘇生対象までは狙わなくていい多分。うん、これでいいや。でこれでもう A4 生かして次スイーティー出すわ。まあでもほぼあれだな、発動条件的な話を考えた時に、あとマタンってこともあると、そのマタンなんでこのデッキね、そのマタンだからこそあれだね、ちょっと限界値っていうか、あんまり引っ張りたくないね、スイーティー。だからもうこういうところで雑に出しちゃうことになるね。さあリーニー強い、さすがにこのリーニー強くて、これいいですね、このリーニーいいね。こんなとこリーニー入れたら左上 X 行けなくね。行けないでしょこんなの。行くんだよね、行くんだよね、男は行くんだよね。さあてこれどうしよっか。ちょい悩みだけど、いやマラッカ C1 はありありです。さすがに耐えれるでしょ次のターンで。オッケー、トーヤ来る。さあトーヤ来て、でノーオッケーオッケー、毒入って、さあこれ問題が B の6行かれて、おんそうだな。おい、マジマラッカ撃ってるけど、マジンコですか、これは。マラッカおはようございます。よし、これ B6 行かれたらどうしようかなってちょっと考えてたけど、まあ、これで勝ちですね。よしよしよし、まあ多分そうだね、勝ち筋がもうないって感じになって B4 打ってくれた可能性はあるね。よしよし、いいね、スイーティーうぜえ。我ながらなかなかうざいですねこのスイーティー。どうする、3連勝ぐらいしてるんじゃないこれ。だいぶいいじゃん、スイーティー強くね。ちゃんとまあアナンが強いとこもあるけど、やっぱターンスキル中心にしっかり組めてるってことなんでいいと思います。いらっしゃいませー。来た、ライアハート。さあまたターンスキルよろしく。このデッキでターンスキルじゃない駒ほとんどねえかな。多分ファウストとかぐらいなんで、基本的に誰蘇生してもそのスキルは使える。でこの対面はね、トーヤ微妙かもな。ライアハートで魔竜って分かってるから雷撃ダメージとか
多分とんでもないんでね。でどうしよっか、まあ、とりあえずファビオから行って、まあ、リーニー打ってもよかったかもしれない、下手したら蘇生のことだけ考えるんであれば。引き見てから行こうか、チオ。まあトーヤ行ってもいいけど、まあ、リーニーでいいかな。よいしょよいしょよいしょ。まあ、多分その予想なんだけど、今ね相手ね罠駒持ってないんじゃないかな。オーダー B が発動するタイミングで罠駒張らなかったから相手、だから先にリーニー切ってちょ消化しようかなっていう、まあ、ただここで罠とか来たらちょっとだるいけど、まあ投矢打つことになるかなその場合。うん、ホシーとか入ってそうだな、ライアハートリーダーだから。このさ敵のチオ、これよくね、これチオってさスキル条件ないんだよね、その HP 条件とか、そこいいなと思う。あっとシンク、おいセクメと引いてきた、どうするこれ。いやー、あーどうしよっかな。これさ相手 HP 魔獣なの、魔獣だと思うけどな、さすがにセクメとやりすぎかなこれ。いやチオに行こう、やりすぎな気がしたからこれ取られたらなんかちょっと寂しいじゃん。で俺セクメント次に残すわ。ここ10時間に来てもね許容ですね。オーラ引かれたセシリア、まあまあ許容。いやもうここセクメントにいいんじゃねえかなっていう無難な選択肢。はい、あただこれあれだな、これセクメント行くんですけど、あでもこれ結果論だけどさ、高校の方が蘇生選びしやすい、まだ1体しか取られてないんだよね初手のファビオ。だからそれこそ高校初手セクメント行ってスイーティー見るみたいなことはしやすいかもしれない。さっきから先行でこっちの進行が決まってたんだけども、痛い。でこれはオーダー D までまあ見れる状況でして、2部か、まあ、守護者安定か、守護者安定か、これよいしょよいしょさんよいしょ。 OK 吸収入って、吸収入ってでね、呪い入ります。さあ誰だ、よーし俺ランタイ呪っていく、ランタイ呪って、あーリアンツィールは強い。いやただ、いやてかこれうまいな、俺コンボ組めねえわそうなると。はい、うーんいやーどうしようかな、ゲロむずいなこれ。うーん26ダメでしょ、 F1 もダメ、ま、D の2ワンチャンつないで D1 強要か、うーんか B4、B4 もちょっとむずいな。いやこれ D に行って俺のこれなんだろうな、敵に攻めの形組ませない方がいいな。これ多分 B4 行ったら左下 X でコンボ動線ガチクソ通るんで、だからこれ左 X やばいか、左 X やばいかな、やばいな多分。左上 X だな相手の狙い、でそれ B1 で取って、でまあ、鉄衣コンボ許容の形に持っていこっか。うん、それで頑張ろっか。じゃこれでオーダー D 発動するっしょ、多分。するね、OK。じゃあ頑張れ。フェルグ、あっつ。ここフェルグ熱い。いや、てか、なんならこれ、E の1の方がいいか。お前のコンボ意外と強くねえか、セシリア。E1 行った方がいい気がするな。俺の動線も組める。か、B4? いや、ダメだ、B4 ダメ。こっち。頑張れ、 F3 耐えるしかない。よし6963、イグナーツは使った、イグナーツ使った、メルチーで怪しいか、ランタン浮かれてんだよな、まあ呪いはかかるけど、よしなんとかなったかこれは。危ねえ、危ないよ危ないよ危ないよ、よし行ってこい、おい危ないよ危ないよ、あーよかった。こういう時は村正とかね、編成の方が絶対強いですね。そもそもセクメントと村正だったら村正の方が HP 高いからね、そういう違いもあったんですけど、まあなんとか、マジでマジでなんとか、ありがとうフェルグ、あーよかった。よし OK4 連勝、4連勝してるよ、これ手応えあるな。まあアナンが強いとこあるけど、いいね、楽しいね、確かな手応えを感じる、確かな手応え感じるね。行きましょう、はい
相手リアンね。オッケーオッケー。ちょっとリアン対面ゼグメと微妙か。いや、刺してみせる。頼む。おー、まあ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 、スイキ引いてんじゃん。よろしく。まあ、初手桔梗姫でも全然いいな。言うてさ、初手桔梗姫さ、蘇生でもさ、盤面に動線残るプラススキルで2000アドバンテージ取ってるから、まあ上等すぎる。正直上等です。はい、行ってこい。桔梗姫って駒も息長いよな。こいつ登場してから何年経ってんだ。息長いな、この駒も。はい、意識。オッケー、さあ、これ。はい。オッケーオッケー。まあでもこれはあれだな、トーヤ打ってからファビオでいいんじゃね。ファビオコンも強いし。おい、行ってこい。おいおい、よいしょ。でこれまたまた持論なんですけど、マイティ引いてる可能性低い。俺のオーダー B に対して前にマイティとか結構打ち毒なイメージなんですけど、それしてこないんで。オッケー、ツイツイ使った。まあこれ特殊ダメージちょっと削りやん。オッケー、ちょっと返せやん。ちょっと返して、でここの引、よいしょ。はい、D に、あ、ただもうちょいかかるんだな、これ12枚以上だから。でこれで次相手11枚になるから、どうやらスイーティーはね、さらに2ターンかかるね。ちょ、高校だとあれが A の4の時点でまだ出せないのか、そもそも。なるほど、まあ OK、 これ特殊ダメージ返す。相手一番左、一番右、右からの目、左からの目、全部違うところから来ましたね。まあでもこれは次スイーティー出すとして、まあ、リーニーかまして次スイーティーですね。でしかもコンボスキルアビスそこそこ強いよ。はい、ドクレイム、よしよしよし。コンボ4000アドバンテージ取れるって書いてるな、スイーティー。意外とコンボもちゃんと強くていいじゃん。でしかもこの場面、 OK、 A のに来る。 S5 はまだ飛んできてなくて、でこの場面 D4 召喚じゃない、蘇生したらね、理論値行こう。で蘇生対象は桔梗姫と桔梗姫だけ。 OK、 行こうか桔梗姫行け。あー、そこ出るか。いやこれね、気づくな、これ D5 だるい、これ D5 だるい。俺誰も蘇生できない、 D5 行かれたら気づくな。まあでも相手目線 D5 打ちづらくない？だって盤面のコンボアルカードぐらいしかなくて。おっと、それは強い。はい、それ強いね。9384。まあでもアビスハイヤーからもっぱ耐えれるって考えますか。さあこれ B4 いきます。さあこれ B4 でアビスかまして、よし、ファビオ復活、ファビオ復活で、これオッケーオッケーオッケー。あと1回でオーダーシーンも完了できますね。これいけるぞ。シャジカモのロイ入る、これ強い。 A3 耐えれば勝ち、 A3 耐えれば勝ち。13,84、頑張れ。バイセなら耐えれるでしょう。よし、オッケー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 。ベノムヒールとコンボアビスが効きましたね。ナイス、よし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 はい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 、シンプル強いよスイーティー。ナイス、はい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 、いいやんか。え、なんか強くね、普通に。待って、俺アナリーダーで微妙かなって思ったけどさ、強いわ普通に夏パンドラとかの方が手軽でいいかなとか思ったんですけど、ちゃんと強くて草。しかもこれ何があれって、え、これいいじゃん。なんか夏パンドラエゴジンパチ持ってない人、アナで使っていいかもしんない。なんか俺的にはさ、コマ数条件とかなんかターンスキルとかの金や考えて、てか元々の英語マとかの召喚でこと足りるかなとか思ってたんですけど、夏パンドラとかエゴジンパチ持ってない人にとっては全然いいと思うし、なんなら持ってても下手したらこっちの方が強いかもしれないありじゃん。ちょっと思ってたより強いわ、アナンに使うの。俺が思ってた以上に強いわ。来たね、アルベルティーネ。さあこれがトーヤ引いてのあっちいね。まあ、とりあえず初手入力か。うわー、なんか俺引いてるって、これヌアザだな。オッケー、でもヌアザ切ってく。さあヌアザ切ってく。まあこれ吸収余剰出るけど、さすがにフェルグ行くか。蘇生対象にも取れる。オッケー、蘇生対象取り続きか。初手フェルグ雑にする。まあ普通に3手目フェルグ行ってコンボスキン狙うだけでも全然強かったんだけど、一応ね。あと高校の初手はマジ蘇生対象取りやすすぎる。さっき見たけど、高校の初手は逆にフェルグあり、蘇生対象取りやすすぎる。もうマジで蘇生の鏡、蘇生しか頭にない。どうしよっかな、これどう思う。いや俺トーヤでいい気がするけどな、悩むな。いやこれ D2 するわ、多分ね。相手のこの手駒の動き、エルヴィン団長というかコラリーとか来ると思う。だからそのコラリーを出させてからトーヤの方が有効度が高いと思う。
まあ、この先セクメトとか引くこと考えたら東野打って B さんリーニーからのセクメトとかも考えたんだけど、オッケー、読み通りコラリー来ると。よし、このコラリーな、なんだろうな、東野打ってるタイミングで転結スキルっていうその形を組むスキルっていうのがちょっとあんまりなんか強くないかなって思っちゃったんで、ちょっとこっちから行きましたと。さあこれどうしようかな、チオ打つか守護者打つか。まあ、コンボ吸収強いんでチオ行きますか。オッケー、いやいいよ、ここまでいいよ。で次東野行ってディザイア予約取れてる、いいんじゃない今んとこ、めっちゃいいよ。さあこれで、まあ取ってくると OK。 これは東野かましたい。ただ相手も大出し警戒の動きですね。そして蘇生対象が今2体、はい、ギード。まあ打つなら東野だな、東野打つけどどっち行こう。まあシーチいっとく。ちょっと召喚が回ってない、召喚とか蘇生回ってないからオーダー C まで今見づらい状況になってますね。まあ、ただこの投影はちょっと足が止まるんじゃない。まあ、止まらないと。 OK、 これはセクメとオア、そうですね、スイーティー引いたら D の2行きたいですね。お願いします。はい、引かないんだよね、引かないのしゃばくて。いや火力も出さないといけないな、これ。次守護者で耐えれる前提でいくか。オーダー D もあるから、ここファビオで火力出したいな、出したいけど、ファビオのコンボ弱いからこれ A の2行こっか。相手目線東野使ってるから D 値当てはやりづらい、つまり C の5とか来るから、その後ディザイアかまして2ターンだえ3手飛ばしの方向性でいきますか。でもじゃあファビオじゃなくてよかったかな。まあいいか。でもここで守護者とか打っちゃうとさ、オーダー D 発動しない可能性があるから発動させたいんだよね。はい、だからこっちでいいと思ったんだけどな。スピカとか持ってそうじゃないこの動き。うわ、オーダー D 発動しないように調整してきましたね。うまいね。さあそれうまくて、まあでも効果系で俺の HP そこそこ残る。でファビオ残っててよいしょ、セクメント引いていく。これオーダー D 見れる。あ、おあ、オーダー D 発動するんじゃ。じゃあセクメントいきます。オーダー D 発動するんだったらセクメントいきます。はい、でディザイア入って、で次で確実に飛ばせる盤面にしましょう。ただ問題がここ耐えれるかどうか。ペトラ来たら死ぬんじゃね。まあでもこれな、どうなんだろう、ギード打った方が良かったかな。ギード打ってセクメントでもリサル見れたかな。見れたっぽいかもしんない、見れたっぽいかもしんない。すぐ来るんだよね。いやギード打ってよかったか。頑張れ耐えろ、これ耐えてほしいけど9966無理か。おお、ダメか、ギード打てばよかった。くそ、ギードでも耐えれたやつだなこれ。いやミスった、ちょっと勝負焦ったな今。ギード打って耐えてセクメントでもワンチャンいけたかもしんない、ワンチャンいけたかもしんない。どうだろう、いけたかな。まあ、でもいけたっぽいな多分。ギードか守護者、まあ守護者でもよかったか。まあでもギードの方がコンボ強いか。ギード打ってペトラス耐えるライン見てでよかったか。あ、ちょっと油断したかな今のは。まあ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 、どんまいどんまい、あとちょっと、あとちょっとで勝てた今のは。悪くなかった、オーダー C 抜きでここまで追い詰められたんでね、悪くなかった。いらっしゃいませ、よいしょ。 OK、 相手はメルベネ OK、 はい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 。あー、まあ節意もあれですけど、いやこれリーニーでよくね、リーニーいっちゃおっか。あー、しかもこれ絶対相手リーニー取ってこない、骨展開できないんで、蘇生対象リーニー完璧じゃん。でしかも対面これメルベユールなんで、初手からリーニーがね元気なんですよ、スキル1300。はい、いいねいいね。でこれさ D6 節意でもいい、 D6 節意でも全然いいな。あーと思ったけど罠ゴマ貼られたんでちょっと話しかったかも。多分マラッカ系統だよな、ちょっと引き見てから行こうか。風車だから、うん、まあ、踏み穴じゃないと思うんだよな。あ、マラッカ系統で考えた場合ちょっと痛いんだよね。だ B の1節意で取って守護者 E4 とか行ってもいいけど、どう思う D6 から行ったとして、いや取ってみよっかこれ、さすがに踏みじゃないと思うんだよな。じゃあ行っちゃおっか、行ったっていい。ちょっとコンボ、あ、でもコンボ組みづらいな、怖いコンボ組みづらいね。まあでもいいや、打っちゃおう、打っちゃおう。まずそれ何、2つ呪いやめてくんねえか。じゃやめて、うちのアナンだけは呪わないでお願いだから、お願いだか。よし、危ねえ、これナタリオか。はい、あ、まあ悪くないじゃん出るとこ。いやむしろいい。でこれ
召喚したことによって次一応ファースト発動できるようになったんで D6 ファースト切るか。うわ遠いだる。まあ引きによるなこれな。一応スイーティー出せるか。いや出せないわ、まだ無理か。はい、フェルグ引く。まあファースト切ってフェルグ行くか。どうするか。いや俺フェルグ打ちたいな。これフェルグ打つわ。ディザイアの予約取ってワンチャンここからのリーサルちょっと狙ってみよっかな。うん、どうせファースト切っても東野で返されちゃうから呪いのダメージとそんな変わんない気すんだよな。さあそのリーニは強いね。そのリーニ強い。これ半分いくんじゃねえか。オッケー半分いくね。オッケーギリギリいく。ディザイア発動。ただこっからだな。ギード。いやこれむずいな。110か。2枚しかも2枚以上手駒乗る状態の時あんま強くねえじゃん。じゃあこれ F5 いこう。これ F5 いきます。よし。さあこれ F5 いっておけ。ディザイアかまして次 C の5ファウストか。そこのねドルシーのコンボが実質ないんでそこにつける形ですね。罠駒が打たれたくないです。罠駒無理です。嫌です、絶対嫌。帰ってください罠駒だけは。アンチヒールマオーダー D 見てんのか。ただこれオーダー D 発動しなくね。まだあするわ。くそくそしするわ。これちゃんとするんだよね。いやーしかも呪い入るでしょ。まあでも S ゴマ3枚使ったでしょ。いやでもこれアンチヒールクソ痛えな。あ発動しねえオーダー D。 やったぜ。じゃあファースト行こう。ただこれ次飛ばせんのか。よし思ったより軽く出る。いやファーストまだだったかな。いやでもトーヤとかビードとか打つわけでもない気がする。そうだよな、これでいいよな。いやこれでいい。フェルグのコンボ またはフェアファーストのコンボが残る状況なんでこの方が絶対いい。で俺の負け筋が火力出されてオーダー D 死ぬ圏内に持ってかれるとかかな。 OK これはオーダー D 打てるね。ファーストのコンボプラスオーダー D の火力で勝ちたい。さあ頼むぞ。なんか引け。はい、よし来た。セクメト、セクメトでいけんじゃない。よし行ってこい。さあこれかまして、はい、ういうい、よし OK ナイスまあギードでもいけたか。あっきょ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 、あぶねあぶね。あのドルシーのコンボが発動しないんでね、そこにうまく目をつけられてよかったんじゃないかな。ナイス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 オッケー。ちゃんと目星ついてたんで、お前のそのコンボスキル発動しないのちゃんと見えてたんでね。よし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 。まあ若干立ち回りガバなとこあったけど、まあ、言うて勝ててますね。言うて勝ててるね。さあ明太味一択きた。明太味一択きた。うまんうまい棒きた。はい、よいしょ。ナダル、ナダルか。まあ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 蘇生を燃やされたらやばいっていうか、ちょっと待って、1高え絶対竜デッキ。いや分かんない、竜神の可能性もある。 HP 高え。でもさっき話したんですけど初手フェルグいきます。高校の初手は、まあ、大体取られるから蘇生対象通りやすい。つまりこのフェルグは有効ですね。大体蘇生対象取られる。よいしょ。でしかも敵ナダルから撃ってくれてるから回復に余剰も出ないんで、これも打ち得です。さあ撃ったって、でこれですね。これ3手目どうしよっか。 X もありか。10時間に来いよな。ELF さん、これエルフっていう読み方で合ってんのかな。いいね。なんかこのアルファベットをさ大文字にしたり小文字にしたりさするのあるよな。あとなんか数字の4を A って読むみたいなそういうのあるよねそういうのあるよね。これどうする、これ B3、 B3、 いや D6、 うわこれ D6 行くべきか。いや行かなくていい気すんなこれな。いやでもオーダー B が、オーダー B が、いや見れる大丈夫。行こう。よいしょよいしょよいしょ。この地をね割と俺雑に使っちゃってるのがあるけど、まあいいんじゃないか。火炎バフ引いてる、火炎バフ引いてる、火炎バフ引いてる。まあ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 落ち着こう、まあ、そんな焦る時間じゃないでしょ。アベル右上、これフェルグコンボ行こっか。行くんだけど、はい、ナタリ、うわナタリを出すの怖いなこれ。
ナタリオ出すの怖え。ナタリオ出さなくてもいい？俺ナタリオ出すの怖えわ。いや怖え、ナタリオ出すの怖え、やめよう。こっち。はい。よし、フェルグコンボ新物。ああ、せつててててて。で、オーダー C まで1回分コンボスキル組めましたと。1回分組めました。これマラッカ微妙か。俺マラッカ打っちゃったわ、なんか、なんとなくで。鉄衣でもよかったかな。まあでもこれ、たーぶん、フェルグは取るんじゃない。フェルグのコンボもうこれ以上受けたくない。あ、何フェルグ、受ける。え、これフェルグコンボ使っていいと思うんだけど。使っていいよね、これどう考えても。痛い。まあ、アベルも取れるから、使っていいと思う。これ、ギードでいっちゃいますか。オッケー、ギードでこれ取っちゃって、これでさ、なんかやばいカウンターとか来ないかな。やばい、待って、これ。あちゃー、オーダー、あー、リザイア発動する。そこまで見てなかった。まあ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 、でも、2回分コンボ組めた。2回コンボで組めたから、あと1回コンボ組めばいいから、オーダー C までは見れる。こっからのリザイア怖いね。テューポーン来るんだよね。テューポーン来ちゃいました。いてぇ。まあでもこれ蘇生対象ですけど。ダメか。うわ、なんとも言えねえ、これ。いや、これ、トーヤこっち行って、大出し組むかで、吸収入れとか一回。吸収入れて。で、毒入れて。よし。で、これで。よし、食らって。ただ、俺のディザイアが2ターン出せるような状況にしておきたいんだけども。だけども。一応、トーヤ打ってるから、なんか、デガー系統を出せたら、神ゴマ周年倍数とか出せたら、痛えその十字架見てなかった。それは見えてなかったけど、これで一回ディザイア発動圏内。一回ディザイア発動圏内入れて、で、これさ、F5 やない？これ、ナダルコンボうざくね？うん、F5 行って次、オーダー D 発動からの設備で飛ばすか。うん。で、しかもさ、これ見て、地を取ったら、東野の動線通るから、相手だるいと思うんだよな。吸収入れて、OK、毒入れて、次、鉄拳弾持っていくぞ。痛え !2938、OK、D の2のエンデが耐えてるでしょ。デュポンは終わった。どうだ、これ。これで、F3、次、鉄拳弾見てるけど。次、F3 見てます。俺、F3 見てます。東野取ったら、じゃない、鉄地を取ったら、東野の動線が通る。どうだ、これあるんか、こっから逆転の駒。いやー、はい、下級と。これ、大ダディ発動しなくねー。いや、するね、する。まあでもこれ、しなかったらやばかったかな。しなかったらやばかった説。しなかったらやばかった説。1600だっけ、お前。1600、つまり、これの火力見ようか。うい。うい。6600。どうだろう、しなかったらやばかったかもしんない。しなかったらやばかったかもしんない。まあ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 、オッケー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 。ちょっとスイッチタイミングなかったね、今の試合は。まあでも十分ですね。はいはいはい。まあでもやっぱデッキが強いから、村正がセクメとでも全然勝てるね。もう普通にパワーが高え。デッキパワーで勝ってるな、割と。あと今日の補正とかさ、シンプルにベルグレーデのスペック高いから入れたかったけど、でも抜いてるんですよ、蘇生のこと考えて。でもベルグレーデなくても勝ててるから、これでいいんじゃね。ベルグレーデなくて勝ててるんだもん、だって。はい、よいしょ。やっつー。いや、初手セクメント、これ初手セクメント。蘇生対象にもなるし、アルベルを早めに呪ったらクソ熱いから、いっちゃおう。よいしょ。で、はい、はい、あ、うわ、よしよし、来た、あとついていくだけ、あー、よし、いや、これちょっと考えようぜ、なりうちあり、くさび取れる、なりうち、東野行って、東野蘇生対象とかワンチャン、はい、いや、ありだな、行ってもいいな、これどうする、行ったっていい、うざいぜ、これ。でしかも呪いプラス東野のこの形、呪われた駒が例えば陣雷とかだったら、それそれでクソ美味しいし。はい、よしよし、うざくいくぞ、俺うざくいく。オッケー、ハロメ使った、でかい。でこれ東野取られても、スイーティーさえ引けば俺のペース。いや、どうだろうな、これちょっと難しいけど考えよう。はい、
マラッカ。マラッカでもナタリオでよくねえか。でもただね、下手にナタリオ打つと。いやでもナタリオでいいや。スイーティー引くかどうかわかんねえしな。オッケー。これはね、トーヤ取ってきたら D の5で、メイヤのコンボスキルでオーダー C まで稼げる。C のに打ってきたらトーヤは残るしって感じだね。まあ一旦これでいこう。オッケー、呪いのダメージはしっかり入った。仕事は完了した。スイーティー引いていこい。ペトラ？ペトラこの段階で来るか、痛えな。まあちょっとこれ引き見てから考えようか。シンプル D5 行ってもいいけど、右下 X で動線組まれるのは正直良くない。 D5 リーに打ちたすぎる、打ちたすぎる。これどうしよう。打とう打ちます。はい、よし、 OK。 ダメ取れ勝っていけ。毒入れて相手ペトラ使ってる。でこれ次のターン右下 X 来たらそのまま取りに行って大出しまでしっかり組んで、 E3 来たら、まあ、F2 マラッカとかも一応リ、あーはいはいはい、 F2 マラッカ行くか。ちょっと考えよう、ここの引き。よいしょ、守護。いやマラッカありかな、これどう思う。どう思う。これ特殊ダメージあえてめちゃくちゃ切ったんだよね。マラッカあんま通り良くない気がするんだよな。でもオーダー C までこれ見らなくなっちゃったな。 F2 取るのはありだと思う。行くか一応守護者。ほい、オーダー D 見ます。オーダー D 見て、いやーこれでいいと思うけどな。まあ呪いのダメージバチコリ入るけど、多分2手飛ばし無理やから、マラッカから切っても。おっと、なるほど、リポーズ使ってきた。火力出してくる。でもさ、次のターンまだ耐えれると思うんだよな。ここマラッカ行って次 F3 見よっか。 D オーダー D は発動する。やるしかねえ。オーダー D 発動、もう一発絶対耐えれる。召喚はナタリオ。え、でもこれいいじゃん。え、これいいじゃん。これダブコンなんだけど、次で C の2来たら B3。 え、いいじゃんこれ。これいいじゃん。蘇生は弱いけどいいじゃんこれ。結果的にオーダー C まで見れるんだけど、で C の2行くしかないよ。バーストマリア、バーストマリア、ダリちょっとだるいってけど、 B3 ギード行ってもっぱされるか、もっぱされるか。そして蘇生対象が果たしてファースト引いていくんだよね。待って、ファースト、ファーストか、ファーストでしょ。お前のコンボどれくらい出んの。2500からいく。3000、3500、ファーストがライフが28くらい出る。3500、6300。え、飛ぶくね、飛ぶくねこれ。はいはい、うわーい、セグメントきたー、強い。しかも呪い入ってれば、そうか、呪いあるんだった、行ってこい、よっしゃそうか、普通に呪いもあるんだったわ。オッケー、オッケー、理論中やってよー、センキュー、強い、強い、マジで思ってた以上に強いな。コマ数条件気になるかなと思ったけど、意外と強いね。思ってた以上に強いわ。まあ初手セグメントでかき乱したのはあるけどね、正直今の。強っ。まあでも今のはスイーティー強かったけど、夏パンドラでも強かった場面ではある。召喚のスキルでアドバンテージ取ってオーダーシーンまで見れるみたいなこともあるから、スイーティー強いけど、夏パンドラとかエゴジンパチも全然強いから、まあまあお好みでって感じじゃないかな今のところ。さあ対面神殴り。なんかこういう時さ、マラッカーの蘇生とかちょっとなんか考えてみちゃったりしたいんだけど、やっぱさすがにいいか。これどうする。まあ、血を言っとくがカットされるけど、カットされるけど言っとこっか。初手シェムキリか、初手シェムキリか。まあ、ロックは考えてない感じかな多分。ロック、いや、わかんないけど、一旦ベルグレとか議会の、あーあーそう来る。これマラッカ欲しいな。ペルグでもいい、ギードでもいい。ナタリオ、うーん、だる。1234、いや、まあ、一応ナタリオ打つか。リーニも打てるけど、召喚の場所がそこなんだよな。惜しいな、惜しいな。これその春秋のこの召喚先じゃなかったらな、そのね、コンボ先じゃなかったら強かったんだけど、まあでもナタリオ出せるタイミングではあるから打ってよかったと思う。打つのは悪くない。まあオッケーオッケー、ピリカね。オッケーオッケーオッケー。まあ、フェールグとかに対してピリカ返される形にはなくなったから、はい、マラッカ来た、マラッカ来た。シャーテッドはリニューとかな。俺まだない、これマラッカ切らないんですよ。なんでかっつうと、今ので情報取れてるからですね、対面がピリカを切る理由がない。
ていうのもあのブラダマンテとか S アタッカー持ってたら絶対そっち切るんですよ。ピリカ残してロックとか警戒できるし絶対そっち残るんですよ。つまり相手の手駒はエンデガとかアラジン残ってる可能性がある。つまりそのタイミングにマラッカを合わせるってのが俺の狙いなんだけど、そのヘルノとはまあまあ強いなんだけど、ふわっふわっ、えこれえちょっとやっ、うわやってみてー、これマラッカ打って通してこれやってみたいな。これえたださ今のところあれだな、チオと3分の1かー、やってみてー。いやでもやろっかこれ、せっかくだしちょ検証しようぜ。いやただこのマナゴマさ、いやでも取られるかさすがに、まあ取られるか、これ取られるよな、取られたくないんだけどできるよいやーもうオッケー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 、いやこれねまあ A3 スイーティーいくか。はい、セクメトくんのかよ、待ってセクメトくるんだったらセクメト落ちたいんだけど、いやいいわ俺打つわ先にスイーティー。はい、おだし考えたい。はい弱い雑魚、はい弱い、しかもそれ取られてもう一回蘇生する可能性ある弱い雑魚やばいやばい、うわーしかもオーラ引かれてる、イオン絶対来るやんこれ、やばい相手のペースこれやばい、マラッカ打たなかったらよかった、最悪守護打っときゃよかった、守護打ってビーチ取らしてマラッカだった説あるな。ちょっと駆け足になっちゃったな、 S ゴマこんだけ連続で来るんだったらっていう感じでちょっと駆け足になっちまったけど、 OK 右 UX、 なるほど一回それ取らして、でここよいしょ、どうや、まあこれはセクメト行きますよ、セクメト行くんやけど、はい、にゃはー雑魚すぎー、これまずい、 OK でも呪いは何量入っていくの、これまずい、雑魚ですねこれ、読め待ってそれじゃ痛すぎなんだけど、いやでもさこれさ次相手どうせなくね、オーダー D 発動するからもっぱされる、ファースト引いていくんだよね、ファースト引いてきて、えワンチャン勝てるんだけど、守護コンボ雑魚だな、ファースト打つべきかこれ、いやそうこれだってさ守護行ってもさあの相手に守護があるからコンボが雑魚すぎるから、あーでも耐えれるかな次のターン、でもオーダー D あるから耐えれるよね、ブチャラって引かれてても、でも怖いからファースト打とうじゃない守護者と、でもあそうかお前コンボアビスじゃん、じゃあ耐えれたじゃん、まあいっか、おら守護者くらえ、よいしょよいしょ、あと1回でコンボ組めて呪いのダメージ入る、フェイルノート使ったから、しかもシェムケリー使ってんのか、次ファースト止める手段ないぞ、いやーそうだね、うん、まあ、でも守護打たなくてよかったな、これファーストでよかったな、ハクタクーンやけど、これ4枚返しいけんじゃねえか、スキルオーダー C、これセグメントのコンボ、ファーストのスキル、呪い、それで勝てる。よし。まあ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 。まあ、通常カットされっけど、よいしょ。よいしょ。オッケーオッケーオッケー、キャラパワー。キャラパワーとデッキパワーで勝っていくんだ。パワーなんだ。このゲームはパワーで勝てるんだ。よし。でもこれはスイーティーマジ雑魚だった。スイーティーがナタリオになってしまった。こいつあれだな、蘇生対象によって S ゴマにも A ゴマにもなれるこのキャラおもろいやんまあこれは恐れてたこと起きたね。一応俺解説の時に他のナタリオが召喚するキャラあいつとか、まあ、そのバブリーとかの蘇生にしてしまうと弱いよねみたいな話したと思うんですけど、まあ今それが垣間見えてしまった。まあでもそれ以外でなんとかカバーできたんで、まあ良かったですね。よいしょ。さあ、相手アルベル。いいね、アルベル多いね。けど、アルベルにも俺は負けないよ。はい。よー、引いてきたね。引いてきたね、スイーティー。ナタリオ2種目説ある。ナタリオ蘇生対象説ある。ない。ないか。いや、ないか。やめとこう。これ、ナタリオ蘇生したらさ、盤面にこれ分かる。メイヤが2体、3体みたいな感じになるんだけど。うわ、でもおもろそうだな、それも。ちょっとやってみたいな。まあ、とりあえず安定の清姫 NS さん、はい、でくさび的には風車だな、ちょっと引き見てから行こっか、いらっしゃい、チオ、いやこれナタリオ打ちたい、俺ナタリオしたい、これ、はい、あはー、そこでちゃう、蘇生がよくない、これはよくない、これはよくない、いやでもこれさナタリオだるってなって A のに打ってダメかが、まずいまずい、蘇生対象よ、やばい、事故った、そこさえ召喚しなかったらよかったのに、そこさえ召喚しなかったらよかったのに、
これまずい。蘇生対象よ、今んとこ。これだって次のターン、これスイッチ、まだ使えないか、まだ使えないけど。これやばい。頼む、3分の1でメア引いちゃう。嫌だ、絶対に嫌だ。絶対に嫌だ。絶対に嫌なんだけど。うわ、コーラリーエグ。ちょ、頼む、トウヤ。世界はトウヤを待ってる。頼む。トウヤくれ、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 トウヤくれ。トウヤくれ。トウヤじゃなかったらセグメントでもいいよ。何かしらくれ。打開できるコマ。はい。よし、ちょっと待てよ。これさ、お前のコンボ受けたくないわ。俺取ります。はい、取ります。でナタリを取られて、次スイティ。うん、俺オーダーシート D 見れるから。だってこっから蘇生でよ、行くわ俺。これもうコンボ使わせないから。次スイティから。よし、頼むぞ。お前バブリーだけはちょっと頼むぞ。スイティ、キキモ姫かナタリにしろ。頼むぞ、マジ頼むぞ。ナタリオだったら結構理論値。頼むぞ。これナタリオだったらさらにもう一体目は出せる。わかるよな。あ、こ、お前、ま、あの子分、子分出すなよ。親分出せ。親分、親分。え、なんで消化しないのお前。ちょっと待って。消化しないの。え、そうなの。あれ、親分賞味期限切れた。え、ダメなのこれ。あれあれ、あー、まずい。全然切った。ちょっと待って待って待って、まずい、まずい、強すやばい、強すやばい、死ぬって。ちょっと待って、え、なんで消化しないのね。なんで召喚しないの。なんで召喚しないのこれ。え、親分、あ、いけ、頑張れ、いけ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 、やばい、ゼウスコンボ死ぬ。ゼウスコンボやばい、ゼウスコンボやばい。しかもオーラ引かれた、やばい、これこれやばい、これやばい、やめて。あー、やばい、やばい、やばい、ゼウスのコンボが。でもこれ F5 行ったらダブコンだよね。やばすぎなんだけど。ちょっと待って、マジで待って。でもバイスで取るしかない。え、バイス取るしかなくね、これだって。え、え、どうする。 E3 か。え、 E3 で D6 取るしかない。だってそうだよね、紬のコンボ2000。やばい、バイスの1600のがまだ受けれるな。お前のコンボは、お前スキルは9500。いや、もう E3 レッツゴー。はい、もう D6 切るしかない。無理、無理だって、こんなの絶対死ぬって。ゼウスのコンボ無理だって。え、ま、なんで、え、これなんで蘇生しないの。蘇生の召喚ダメなのあれ。え、ダメ、ターンスキルなんだけど。え、あの、メイヤー召喚しなかったよね。あれ、ダメなの。あ、死んだ。これ無理だ。これ多分死んだ。あの、68出るもんだって、それ。うん、終わってまーす。ちょっと待って。あ、ダメなのあれ。え、ダメなの。だって、キングディアンナの時できたんだけど。え、バグどっちこれ。わからん。仕様なのかバグなのかわからん。継続召喚はダメなんかな。次元召喚じゃないとダメ。継続召喚は召喚に値してないのか。ちょ、見るわ。表になってる2ターンの間、ひっくり返した後の自分の駒でキャラ駒でない駒にランダムで1つメイヤーを召喚する。あ、だからこの、ナタリオがひっくり返した駒じゃないとダメってこと？そういうこと？ナタリオがひっくり返した駒じゃないとダメってことか。そういうこと？そういうことなのこれ。だって、例えばさ、あの、次元召喚あるじゃん。キングディアンヌ。キングディアンヌだと、これだと、ターン開始時の駒のうち自分の駒でキャラ駒のない駒召喚だから、ひっくり返す必要がない。だからいけたんか。俺前にやったんだよ、ガーディアン盤面に2体出すってやつ、ラファエルと組み合わせて。どういうこと。だから2部ならいけるってこと。そういうこと。そういうことこれ。ちょっとあとやっと1試合だけ行こう。そういうことこれ。ダメなのこれ。うわー、子分蘇生したら弱いから親分蘇生しろって言ったら親分の方が良かった。親分蘇生した方が弱いってこと。ダメなのこれ。学びね、これ。 OK、 分かった分かった。だからターン召喚を蘇生してもダメということで、分かりました。どうしよう。対面メルベね、もうショテ X 行く。セクメント行っちゃおっか。これ行っちゃおうよ、もう行っちゃおうぜ。ういういういだ。あれダメなんか。はーん、さあ、オッケー。これトップ呪ったよ、トップ呪ってく。なるほど、穴ゴマね。ちょ、引き見てから行こっか。いらっしゃいませ。リーニー、D にいいけど、これ、トウヤにしよっかな。これでメルベのコンボをちょっと見といて。あー、まだかね、OK。よいしょ。
はい、呪い、とうやね、オッケー。これ B4D に行っちゃってもいいな。 B4D に行って1回分コンボ組んでオーダー B も発動できる。行ったっていいな、行ったっていい、まあ、マラッカもそんななんか有効じゃないんで OK。 よいしょよいしょよいしょ、 OK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 。 ここまではいいよ、ここまでよき。でオーダーの A も俺には残ってて、まあ、いつスイーティー引いてもいいよ。とそのヘルグうざすぎ。これどうする、マラッカ行って発動しないようにできるかこれ。はい、ファビオ14100でしょ、つまり1020削って1300、オーダー A 発動。オーダー A がどれぐらいだ、1500 2500 3800。あ、行くねこれ、行きますね。右ウェックス打てば発動しないか。ちょ、右ウェックス打ってみていい、これでさ、ちょずらしていい、これずらすOK、 ずらしていこう、ずらそうずらそうずらそう、これでディザイア発動しないやん、これずらしていこう。あー、うざいそれ。いや、待って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 、でこれで一回ずらします。さ、ずらしてスイーティー引け、これスイーティー引け、スイーティー引け、スイーティー引け、スイーティー引け。はい、フェルグでもいい、ダメか。うわー、どうしようかな。ファビオからの、いや、これ3手飛ばしルートですね。これ C1 行ってオーダー A 発動で、これ A3 でファビオのコンボスキルかまして、で、C の5のタイミングでオーダー C 発動で勝ちパターンですね。ただこれ問題が D の2やばすぎ、これ D の2やばすぎ、 D の2火力やばすぎ。大丈夫、ギクー。いや、これはね、A3 ダメかもしれない。E3 打った方がいいかもな。F2 で死にかねない。いや。いや、頼む。頼む。あー、大谷発動するね。これ、OK。ナイス。猫引き。よいしょ。企業姫、悪くない。これで、企業姫こっち側して、ベノムヒルド、大谷で耐えていって、次、ファーストで勝ちか。で、しかもこの場面、相手ダブコンだから、共有できない。で、これで回復入れて。ナイス、オッケーオッケーオッケー。さあ、これを耐えればいける、これ耐えればいけます、これ耐えれば次ファーストで勝てる。ダブコンですよ、これ許容できないでしょ。 F2 回 F5 の5行かないといけない。で、これオーダー C 発動ギリギリする。まあ、あー、きちー、うん、やって、その後はちょっと待って、ちょっと待って、はい、やばい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 、待って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 、お前のコンボは 14%。 うわー、グロすげー。ファースト飛ばせないんだけど、ファースト、これ剣弾入らないな、守護者撃つしかない。どこ撃つ、どこ撃つ、これ、これどこ撃つの、 F1 撃つしかない。 D6 より俺 F1 の方がいいと思うんだけど、これ骨取れるから、メルベのコンボを受けた方が俺マシだしょこれ。 A3 やばくね、ちょ待って、マジで、ちょ許して、本当に今の許して、マジでこのグロ、グロ、あー、おお、許してよ、許してよ、ちょっとおい、完璧なタクティクスでしょ今のコンボ封印、まやるやんけ。でもこれはね、そのコンボ封印以外相手も勝ち筋なかったんで、ね、これナイスバトルよ、これナイスバトルナイスコンボ封印ということで今日はここで終わりますか。でもね、スイーティーめっちゃ良かったよ。なんか使った感じ、俺もっとね、事故るかなとか思ったんだけど、まあ事故るとこもたまにあったけど、でもね、理論値ね、意外と出しやすいね。まあでも、勝った理由は S いっぱい引いたみたいなとこあるんですよね。そう、S 蘇生するってことは、スイーティー以外の S がその時点で引けているということなので、なんかね、なんか使ってる感じ、その上振りをさらに強くするみたいな、動きだから、まあ上振れをさらに強くするって意味だと強いんだけど、下振れた時ちょっと弱いかもしれないね。まあでも下振れをなくせるところはあると思う。正直、例えばこれリーニーとか企業姫蘇生でも全然まあ強いんで、まあ良かったと思います。今回ベルグレ抜きの形でね、やらせてもらったんですけど、意外と噛み合いましたね。ベルグレ抜きだからこそ蘇生がうまくはまったような展開とかも結構あったと思うので、よかったら使ってみてください。今回はね、セクメと蘇生の形でやってみたんだけども、まあ、村正でもここは強い。なんだ、村正の方が下手したら強いんだけど、ただセクメトの蘇生はなかなかえぐいっていうのが分かったと思うので、ぜひね、試してみてください。ということで、この動画面白かった人は高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。お疲れ様でした。サンドラバイバイ。